のおすすめですか。よろしくよ。で、今日は何時頃？8時頃。8時頃って言って。わっちゃうね。俺は座っとって気づくかどうか。チェックしよう。めっちゃ熱い。おいしゃー、久しぶりー。視聴者の皆さん、一つだけ言っていいですか。この人は反射です。手出しもいいですか。ダメだからね。この金沢さん、勝てるの。いや、じゃあ先輩、どうしましょう。レディー、ゴー。カメラ持っていて、カメラ持っていて。あ、サブで決まりました。反射やっつけて、ごちってもらいました。久しぶり。久しぶり。お疲れ。今日、何が。この YouTube 出ていいの。あ、出ていいんだ。何歳ですか。27になります。ありがとうございます。いただきましたよ。今日は何あるの。西尾の先輩が来ますと。え、なんで店やってるの知ってんの。行ってないから。行ってなかったから。そしたら、あの塗り替え道場を見たと。で、それで私をここで働いておくって。で、そこで社長会えんのって。それなりそんな忙しいでなかなか来ないんじゃないって言って。でもたまには来るよって話をしてって言っときながらもう画面元で連絡したじゃん。ちょっと化粧濃くない？今日 YouTube 仕様にしてくれ。 YouTube 仕様になってるよ。言ったじゃんだって。今日急遽俺が頼んだんだよ。俺はね、格好してる。そう、なんかコスプレしろって。コスプレなんだ。ちなみに何のコスプレですか。何のコスプレですか。よろしくよ。どうしようぜ。今日は何時頃。8時頃。8時頃って言って。あ、来ちゃうね。先一杯飲んで。じゃあで、本人たち知らんからね。だからこれサプライズ。来る前に聞いてよ。あ、今電話があったんだ。うん、じゃあちょっと、じゃあちょっとドラム飲もうか。止める。はい、よろしくお願いします。もう来るの。もう来るの。はい、もう下にいるらしいですね。そう、もうの車を止めた下。今からパーキング止めに行くのかな。それを案内しに行くか。ていうか、俺らが座っとってそれだけ俺らに会いたいって言って気づくかどうかっていうチェックしない。あ、いいね。声も知らん顔して。声かけてくるからずっと普通にする。でもさ、逆に気づいてくれなかった時さ、あれって悲しくなるよ。しょうがない。そうしよう。じゃあカメラどっか忍ばせなあかん。ないよ。声見なければいいな。薄め、明日仕事なんで。もうこれ、社長、待ってるよ。だからこうやって喋ると。大丈夫、すぐ出せ。もうじゃない。せっかくいや、普通に返してるけど、気づかれる。まあいいか、もうなくなるし。緊張してるんですか。緊張してるんか。正面だから確かに、ちょっと気まず、目線の先が気まずいですね。リュウジさん無視だから、撮影しとるって言ってマジダメ撮るだけ。ねめっちゃ普通に言うの。テラもそう。すいません、ごめんなさい。ごめん。
展開。それ出て右左で。喋らんな。こんな焼肉のとこがすごかった。そういうことで一気に逃げんじゃねえぞ。あいつ地獄なんだよ。地獄なんだから大変ですよ。あるやん。あの顔の経験。おお、大丈夫ですか。あ、こっちでも事故っちゃった。こっちで事故っちゃって。すいません、おしぼりもらってもいいですか。わあ、めっちゃ久しぶり。ていうか気づいてくれないですか。気づいてくれないですか。チャンネル登録するよ。ありがとうございます。全然気づかないじゃないですか。気づかないですか。全然気づかない。写真ですかね。あ、もちろんです。うわ、すごい。ちょっとでも、あの、反射だったらちょっと動画で。反射じゃないよ。反射じゃないですか。誰も。全然気づかなかったですか、僕ら。あの、一人で。足元が気づいたかも。そう、すぐ気づいてくれてる、多分。ね、まあ、気づいたっすか。あ、そうや、そうや、見たことある、ある、ある。見たことある。だって足場の方だって言ってて。あ、気づいてんのかなと思って。怖いやつだから。俺だってキミコの先輩だって。えらい怖いやつだよ。やばいでしょ、これもう。ここを紹介するんだろ。俺今日強化したいでしょ。これシークレットだったからね。あ、そうだ、そうだよ。もう来るぞ、もう来る、もう来るって。さっきから出られないって。そうだ、なんでさ、言っとったじゃん、社長呼べんのみたいな。動画で出ていいですか。いいでしょ。前撮りして結構段取りしますからね。あ、そういうこと。気づくかどうかみたいな。あ、ほんで検証をしないと。そうそう、出ちゃう、出ちゃう。あれ、え、お、視聴者の皆さん、一つだけ言っていいですか。この人は反射です。ただ僕は別に面識ありません。今日初めて会ったんで、別にこの法律指摘した時に俺は別に面識ない。今日初めて会ったから別に。ああ、見てる人がね。おいつなんですか。皆さん、おいつなんですか。53か。53、52、52。あ、だから君この、まあ、7個ぐらいですか。おー、いい。うぇー、ようこそ、ようこそ。じゃあちょっと一回、あ、はい、とりあえずチビソなんで。何言ってるの。お茶、お茶、お茶、はい。でも、にゃそれマジお気に入り。お前が行くから。リュウジさん行かないですか。おしゃべりしようぜ。わかりますか。わかる、一つだけお願いします。手だけを出させてください。手だけを出させてください。手だけを出させてください。お願いします。もし、あのね、もしかしたら、これ確実に反射だと思うけど、反射とお酒を飲みましたっていうさ、見たけど、まあ今日本当に視聴者の皆さん、初めましてだから。そうですね。これは無事に、ほらね、あの、YouTube 上問題はないと思います。確実に反射が1、2、3で、ここ2人は三ヶ島を払ってる人です。悪いやつだ。見せられたの親子ですか。息子、息子、はい、息子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 、いや、こいつは本当喋れんのね。あんまり喋れんのね、こいつは。あ、そう、俺も喋れんのね。わからん。あ、俺、最近見てない。忙しいの。え、ちなみに、誰だったらわかります。来られるの。というわけのこと、はい、イケメン君。後焼けは寺西かな。うん、あ、その横は危ないですね。リュウジさん強いから大丈夫。リュウジさん強いから大丈夫。強いじゃん。昔からおるね。
僕らも。こっちが新しい。あれ、タッちゃんも新しい。楽しい会社なんで。めちゃめちゃ楽しいです。すいません。なんか緊張するわ。すごいね。なんかすごいな。大丈夫ですか？カメラある。カメラある。映って大丈夫な人かどうかっていう確認シーン。ちょっと見た。手出しまくってた。ダメだからね。関東ですよ。いやいや、使ったらまずいですか。いや、全然ここ一番面白いところなんで。でも、本当に本当にこっちなんですか。足洗って大丈夫ですね。こっちこっちは。こっち視聴者の皆さん、こうだいいことですよ。ありがとうございます。キミコの先輩、先輩ここは何なんですか。ここはもう、あの、なんていうの、喧嘩した、喧嘩して長くなった。へー、なので、こっちじゃないですよ。こっちじゃなくて、こっちですよ。いいこっちですよ。どこまで行っちゃう。仕事っていうのは何やられてるんですか。あ、建設、まあ本当に、あの、本当に、まあ片木の仕事をされてるんですね。水割りです。これ水割り、これ1個ママがね、水割り、水割り、これダンディーな人ばっかりだな。かっこいい人って言われて、かっこいい人って言ってこれ渡したら緑茶割り、あ、すいません、指は、指はやめてください、指はやめてください。ここは本当に息子、リアル見てわかる。何歳ですか。僕27です。なら、変わらんねやつら。へぇ、まあまあ、ママが知らばあれだけないんだけど、ママは何でも飲む。あ、最高ってやつ。あ、ある。あ、ほら、つつえごだ。でも、人生の半分は一緒のこと。それで一緒に仲良く酒飲めるって。何でもうちの兄ちゃんを知った。いや、味噌ってね、何がもともと、あの、掘ったんですか。ここですか。これは、うん、これ好きだったの。ずっと。で、この前キミコが出てたのを発見したのはしんちゃん。しんちゃんって言うんだ。お、おれ、なんで動揺を繋がってるのって。いや、キミコ知ったでしょ。みたい。だから、覚えてねえよ。どう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 。あの、舞台の中。ああ、ついに見えない。ちょっとフェラーで撮るぞ。ああ、指はやめてください。指やめてください。指だけはやめてください。なんかもう、好きやな、この見て、携帯の中で見てる人が多い。あ、そういう感覚になるんすか。なる、なる、なる。あ、なるんすか。なる。ああ、いい準備見てるやつだな。何をしとったんですか、ちなみに。僕とどこ行っても足場の方もミッチー、テラムチー。あ、ここは知ってる。僕知らないけど。ええ、まだ見てないですよ、先輩。これイケメンは知ってる。イケメンでも知ってる。バラッス、バラッス、バラッス。これちゃんと流してもらえる。いや、おじさんはモザイク。すいませんけど、ちょっとなんか週だけ使わなくなっちゃうかもしれない。確認するモザイク。モザイク。モザイクでもいい。モザイクでもいい。いいモザイクでもいいね。俺俺言いたいやん。こんな場がなかったら断ることない。あれよ。街とかに行ってやる。いや、俺ここに出てなかったら絶対帰るわ。わかんなくていいじゃん。腕が太いって話になったらもうそれしかないけど、ああ、足場ある。ああ、もう、なんて、あるある。いや、この体が勝てるの。自信はすごい。とりあえず意気込みと自信はいい。これ、あの、視聴者の皆さん、あの、カメラ回ってるよ、これずっと言っとったからね。急に始めたんですか。いやいや、カメラ回ってる。腕すごいかな。腕すごい強いっすよ。でも確かに強いもん。なんでカメラ回ってるのにそういうこと言うのかな。
カメラも話に持っていけない。はい、こんなやつ、ケチョケチョにしたやつ、リュウジさんより動画向きやん。リュウジさんより動画向きやん。気使って言うからな。それこそ喫茶店みたいなもんで、ほんとなんか神秘の話だからな。喫茶店みたいな誰かと喋ってるやつ、なんかこれが始めからから、なんか俺が見たんだ最初すごいなんかいろいろ見てる最近やつ。いや、前だってもうないとき、ないときね。これよりまだないとき。気になってしかトイレから出てこんくなったやん、リュウジさん。ちょ、ウソも練習しとるよ。あいつだ、カドラで。やってるぞ、あいつ。やら、じゃあ先輩、ガチバトルやりましょう。ガチゴチバトル。ガチゴチバトル。ガチバトルいいっすか？いや、僕ら勝ったら、僕ら全部負けろ。あ、それはあげるのか。あ、じゃあ、視聴者の皆さん、本当ガチ。タッグ、ありがとう。ビールし、負けるな。リュウジさんに今日のあれかかってるらしい。いや、なんか負けそう。いや、マジゴチバトルだよ。いや、強そうですもん。いいっすか、ほんとガチゴチバトルいいっすか。いやけど、俺らが負けたらお前ら芝藩で責任はやる。すごいじゃん、自分でかけといて。ね、最低ですよね。自分で言ったら自分だけ逃れようとしてる。大小、中小、小小で分けて。あ、いや、いや、まあいいや、じゃあ。リュウジさんやったらお前が対決いいや、ゴチバトルで。いや、やめた方がいい。俺多分絶対。だけど、親分が出るの仕事だろ。間違いないです。親分、あっちだもん。俺、正解変わってたよ。俺、強いし。俺、ゴチバトルやれ。はい。男見せろ。ボーナス全部使おう。いや、僕はリュウジの方がいいんだけど。見てよ、俺じゃないんかいみたいになってるわ。もう手に逃がしてくださいじゃん。普通上から飛んでくるよ。あ、でも強気で出た。触ってやねえか、お前触って。強気で出た。やばいってぞ。いや、どっちが強いの。リュウジさんだって圧倒的に。腕相撲では。お前のナンバースなの。じゃあ一回戦ここ行きます。やばいもん。やらしてください。あれ、あれ、はい。低いかな。あ、椅子ない。よいしょ。お前、上げんなよ。腕長いと思う。ピーチが違うね。ガチすぎる。いい気すんなよ、お前。腕長いよね。はい。これ何発ですか、あれでしょ。じゃあ、俺、まあ。いい？俺は、シンパティか。はい、じゃあ、どうですか。ちょっと不利だけど。力入ってる、力入ってる。レディー、ゴー！すごい。よし、調査にやりたいと思った。おぉ、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。聞け、聞け、聞け。おぉ、すごい。やるよ。あ、もう一回勝負するんで、すいません。あ、本当。もうね、座ってていいんですか。あ、もう一回腕相撲やるんで、来るっすね、中に。いや、俺だけだよ。あ、そう。リュウジさん。俺、ガチで押してもらいますからね。ほら、まあまあ、カメラ回ってる？もう勝てる気してる。視聴者の皆さん、ごちってもらってすいません。ちょっと消えない。回収かけたやつ。優位な場所でいいよ。逆にリュウスさん倒してほしい。優位な場所でいいよ。茶菓子、ショーより強いらしいね。もう本当に、ここで、もうこれ一回勝負だね。本気全部出してよ。リュウちゃん、リュウジちょっと手入れすぎ、手入れすぎ。そうそう、リュウジちょっと手入れすぎ。いい？レディー？ゲッ。いや、ちょっと待って。いや、もっと入れていいよ。もっと、じゃあ気使いすぎ。いい？大丈夫？そう、そう、それでよ。レディー？ゴー！よし、いけるわ。いける？リュウジさん、まだ本気じゃないわ。やばい！余裕。遊んでたもん、ちょっと。最悪。カメラ持ってきて、カメラ持ってきて。こ
あ、サブで決まりました。反射やっつけてごちってもらいました。痛くなる。痛だろ。ちょっと振るわ。一瞬若いしかない。じゃあ皆さん、またぜひ、はい、腕相撲対決とか、はい、飲み会のメンバーも集まったんだ。そうっす、50人が集まってる、はい、そうですね、知らんからこっち60人集まってる、60人集まってる。そちらの方の登録も、はい、飲み会の何だ、飲み会とかなんかいろんなイベントとかやるのに登録してくださいみたいなのあるよね。だからリュウジさんに勝てるよっていう人とか、あ、本当に相撲対決やろ。リュウジさんに挑んできたい人メールしてください。ちょっと飲み会イベントやりますんで近いうち、まあ、60人が集まってるらしいんで、ぜひまたそちらの方の登録、はい、よろしくお願いします。あとは君の店、はい、ぜひまた使ってください。はい、よろしくお願いします。お願いします。クラはこんな反射みたいにいません。またぜひ使ってください。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ皆さん、すごい、もう早い早い早い。また見ていただきお願いします。こういうのもさえ B 目だけ映させていただきます。せーの、すごい。